今日のウクライナ関係の動画は3つのことを取り上げます。最初の2つは捏造とまでは言えないかもしれませんけども、毎度おなじみの甚だしいね、大げさな表現とか、テロップで真実と違ったような内容を平気で事実の動画につけてしまうというね、もう非常にひどい事例が2つありましたので、それをご紹介。そして最後は、左派の皆さんにね、球場信奉者の左派の皆さんにぜひ見てほしいというね、動画のシーンをお送りしたいと思います。さあ、最初なんですけども、これ見てくださいね。はい、このシーン見たことがある記憶のある人いるかもしれませんけども、これは戦車の前に立ち上がる市民と、今ちょっと見づらいんですけども、右側の円の中に市民の方ですよね、ウクライナ市民が、国軍にですね、戦車の上に乗っかって進路を妨害しています。ところが、さすがに見かねた仲間の市民のたちが危ないからやめなさいと駆け寄って彼を排除します。しょうがないですよね。さあ、そしてこの戦車が、どけたと。じゃあ、どけどけということで、ブーンと発射していったと。はい、こういうことで、この後ろにも何台もの戦車が連なっていったシーンなんですが、テレビではですね、またこれをね、アップにして、こんなことやるんですよ。本当に腹が立ったんですけどもね。はい、またさっきのシーンに戻って、戦車がこれ、発射したシーンなんですね。はい、そして見てください。この左なんです。ここのシーン見てください。煙が出てますよね。はい。で、これは当たり前なんですよ。煙が出てるというのは、一回戦車が止まりました。そして、またスタートしてアクセルを吹かすわけですから、こういう風になるのは当たり前。一気に排気ガスが出ますよ。はい。ところが、これなんです。これね、動画は今回控えましたけども、テロップにね、エンジンを吹かし去っていったというふうに書いてありますが、苛立ったようにエンジンを吹かして、ブーンと言って、この野郎ドケドケと言って、去っていったというコメント。こういうことをアナウンサーが言ってます。もうデタラメもいいとこですよね。さっき言いましたように、一回止まってアクセルを吹かしたら必ずああいう風になるんですよ。ところがそれを苛立ったようにという形容詞、ね、もうテレビ局が大好きなんですけども、勝手に形容詞をつけて、ロシア兵が苛立って去っていったと。ロシア兵なんて姿も見えないでしょ。戦車の中にいるんですよ。ところが、苛立ってね、エンジンを吹かして去っていったそうです。はい、もうこういう適当なことをやるのもう見るにつけて腹が立ってしょうがありませんね。さあ、はい、このような形でいきましょう。はい、じゃあお次これなんですよね。はい、これ皆さん覚えてますかね。私も動画で別途上げているんですけども、右上の方ですね。はい、そちらの方からロシアの装甲車がキエフでうーっと走ってきたんですね。はい、こちらの方から走ってきました。で、今見えていませんけども、このポジション見てくださいね。センターラインオーバーしています。上からずっと走ってきて、センターラインをオーバーしてるんですが、実は一般の乗用車がこの走行車線を走ってきます。これ、ヨーロッパですから、右側通行ということになりまして、右側通行のさらに右というのが走行車線になりますので、おそらく一般の市民の方が普通にゆっくりと走ってきました。はい。ところがなんですよね。これに関しまして、はい、見てください。動画ではいきなりね、左に舵を切りまして、この車を完全に潰しちゃっているんですよ。少し戻りますよ。わかりますよね。普通に向こうは追い越し車線を走ってきて、こちらの走行車線、見てください。追い越し車線にはいません。走行車線にいる普通の車を一気に潰しちゃっているんですよ。でね、この動画というのがありますけども、これは私ね、ちゃんと上げておりますので、最後に次の動画で上げておきますから、ご覧いただければわかるんですけども、ロングバージョンがちゃんとありまして、遠くから撮ってるんですよ。で、それを見ますと、明らかに車は普通に走っているだけなんですよね。そして、いきなり潰されてしまっています。はい、ところがこれなんですよ。ロシアの軍用車両の進路を妨害するため、突っ込み踏み潰されたかと。これ動画後で見てください。どっからどう見たってそんな走り方していません。まるで爆弾を積んでね、この装甲車に突っ込んでいったのを、こうからロシア兵が察知して潰したって思えるでしょ。そんなバカなことありませんよ。で、もしくはね、そんな意思がなくても目の前に行って妨害してね、一般市民がですよ、行くなってやったかと思われるでしょ。違います。そんなシーンはまるっきしありませんし、どっからどう見てもこんな風に撮れるわけありません。もうでったらめなんですよね、このテレビの連中のやることというのがね、もう本当にね、呆れるというか腹が立ってしょうがないもんですから、もう今大急ぎで動画を作っている次第でございます。まあ、これはね、動画見といてください。で、おそらくこれ考えますとね、
あれですかね、ロシアじゃなくて、これテレビ局の意図としましてはね、なんかこれ親ロということですかね、これロシアに肩入れしてるような気がしてならないです。他の動画でも上げましたけどね、どうもなんかテレビ局のロシアに肩入れしてる節があるとしか思えないんですよね。これもね、一般市民が妨害して立ちはだかったから、ロシアの装甲車がやむを得ず潰して反撃に出たみたいに取れますよね。全く違いますからね。そう思って動画を見てください。もうめちゃくちゃな話ですよ。さあ、そして次なんですけども、はい、こんな形でね、ウクライナのこの家族、ご家族が出ています。一番右の女性がいますね。で、この女性は戦争が始まる前に、お医者さんということで、ポーランドでね、外科医だったか歯医者だったか忘れましたけども、されておったということなんですよ。で、ポーランドにいながらにして、家族3人がキエフに取り残されたので、ポーランドの国境で家族を待つというシーンを取材したところなんですが、左側の男性はこれはもちろんね、年齢的に出国できませんから、真ん中の2人をね、右側の女性が待っているというシーンになります。そして、このタチアナナさんという、この先生なんですけども、ここに書いてありますね。この場所に15時間もいるんだけど、もうなんとか早く、ママの元に行きたいと、まあ、こういうシーンを取材しておりました。はい、これはこれでね、わかります。さあ、そしてね、キエフに残る旦那さんとの、これ、取材のビデオ、これ見てください。国外に出る許可なんか不要ですと。我々はここにいて国のために戦います。祖国を敵から解放するため、家族を幸せにするため、全力を尽くしますと。ものすごく力強く宣言してるんですよ。そして、ウクライナを愛しております。そして最後には、これね、日本語で言ってるんですよね。なんで日本語よくわからないんですけども、まあ、ひょっとしたらこれ言わした可能性もまたありますけどね、テレビ局がね。はい、ありがとうございましたと、こういうふうに言わしてますね。もしこれね、彼が日本語喋れるんでしたら、どうして日本語喋れるかっていう理由を話すはずなんですけども、ニュースの中で全く言っておりませんので、これ言わしたという可能性が高いと思いますね。まあ、こういうくったらない絵を撮るわけなんですよ。はい、でもこれを見てね、左派の皆さん、何て言うんでしょうね。この男性、ウクライナを愛してます。これ日本を愛してます。もう同じですよ。で、祖国を敵から、我々の敵はもう明快ですよね。もし攻めてきたらどうします?家族を幸せするために全力を尽くします。当然ですよ。そして国外に出る許可なんか不要ですと。我々はここにいて国のために戦いますと。彼も武器を取って戦うと言ってるんですよ。ところが、今テレビでおかしな連中いっぱいいますよね。ウクライナが悪い。ウクライナは早く武器を置けと。あんなバカなことあります？橋本徹さんも言ってますよね。武器を置かないから犠牲者が増えるんだと。だから武器を置けと。妙なことをね、とにかく彼はね、言うんですよ。で、ナザレンコさんもね、本当に今日の虎ノ門で怒ってましたよね。ふざけたコメンテーターがいると。あれは完全に橋本氏を念頭にして置いてあるはずなんですけども、怒り心頭という表情が見て取れました。皆さん、ぜひともですね、こういう形で、いろいろとね、映像とかニュース、妙なコメンテーターのことは徹底的にチェックをして、情報発信をして、ウクライナを応援しましょう。